はい、どうも皆さん、ケジオです。戦国恋姫オンライン応援紳士やっていきます。ということで、まずちょっとお詫びですね。1週間ちょっと動画投稿できなかったんですけど、ツイッターの方では、言わしてもうたんですけど、まだちょっと鼻声ではあるんやけど、コロナに、かかっちゃいまして、1週間ちょっと、生放送はちょっと前にやったけど、1週間、休ませてもらっててっていう感じで、ご心配おかけしました。もうコロナではないので、はい、ちょっと鼻声は、残りつつあるんですけど、全然できるので、今日からというかね、またやっていきますということで、イベントが来てしまいました。はい、いやー、予定では戦況浦島終わらしておきたかったんやけど、43をね、ちょっと終わらせることができなかったので、しょうがないよと、いうことでね、メンテナンス終了のお知らせ、いつも通り読んでいこうと。越前は吹雪氷の世界開催、前半ガチャの開催、新規武将の追加で、あと新しく来たやつ、あれよ、何だっけ、この人、名前なんて読むの、この人、朝倉の偉いさ、いっちゃん偉い人、この人って人間の姿あったんやなあもう鬼化した姿しか見てなかったから、吉影姉様やんな。吉影姉様が来ましたよと。しかもバフタイプなんやなっていう。ちょっと説明はもう省くけど、優秀な回復バフキャラですよっていうのが、追加されました。はい。で、今日は、43、44もまたいつかやるとして、今日はイベントなんで、イベント限定ピックアップガチャ前半見ていきましょう。前半星5がひなちゃんで、星4がうささん。あれ、配布が若菜ちゃんで、後半なつきちゃんやったっけ、後半星5。って感じになってたかなと思います。ので、まずは、ひなちゃんが、星5で来てるので読んでいきます。新武将白銀に誘われでええんかな、これ。ヒナは高い攻撃力と高威力の攻撃カウンターで大ダメージを与える攻撃タイプの武将です。基本攻撃後に自身の攻撃力を上昇させつつ攻撃カウンターを発動します。攻撃カウンター発動後はバリアや回復で相手の攻撃に耐えつつカウンターを返します。攻撃カウンターと大やけどは攻撃力が影響するため、剛力の守りで攻撃力を底上げしましょうということで、いいですね。はい、ゲレンデ。スキーかな、スノボーってよりかは。はいはいはい。な、ひなちゃんが来ましたよ。草原滑雪。滑雪こんなとこでも草原瞬歩使うんやな。このなんか、旗当たる、旗の中をジグザグにくぐってくやつな。オリンピックとかである。はい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 。攻撃上昇、大やけど、攻撃カウンター挑発、回復バリアということで、読んだ通り、攻撃力を上げてカウンターでやっていくっていう武将っすね。はい。で、次、うささん、防御タイプですね、読んでいきます。新武将、白銀に誘われ、サーヤは、自身の防御力が高いほど、相手に大ダメージを与える防御タイプの武将です。鋼の一撃は防御力が高いほどダメージ量が増えるため、剣豪のお守りで攻撃力を防御力を底上げしておきましょう。ヒダメージ上昇が基本攻撃前に発動し大量出血を持つため、ダメージ量にも期待できる武将です。このうささんは履いてないねこの格好でスノボーはやべえやろそれはさておき。防御タイプやけど、
攻めに向いてる感じかな。うん、集中とかもないし、まあバリアはあるけど、バリア鋼の一撃回復、大量出血、火ダメージ上昇、まあ攻撃寄りの防御タイプっていう感じですね。はいはいはい、吐いてないと。まずはまず読んだところでこれかな。はい、12月13日の金曜日から25日水曜日までやってます。で、19日から後輩イベントやります。イベント報酬交換期限は2月1日4時59分までとなっております。あらすじ、冬の越前にて、鬼の残党狩りを兼ねた雪中訓練。訓練と言いつつ遊んでるようにしか見えないんですけど、案の定そんな気の緩みが大惨事を招くことに。いやー、雪山は舐めちゃいけんですからね。はい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 。これで、あ、やっぱ夏希ちゃんやんな、これ後半星5ボーナスつくってことは。うん、で進めてったら若菜ちゃんもらえますよっていう感じですね。よし、じゃあ早速、まあ、いつもの通りやっていきましょうかね。はい、越前は吹雪吹雪氷の世界ということで、まあ訓練と言いつつみんなでスキースノボを楽しむみたいな感じなんかな。はい、ということでやっていきましょう。やったぜ。お、こんな背景やったっけ。初めて見た気がする。で、なんか若菜ちゃんの服スプラトゥーンみたいやな。目の前に広がるのは一面の銀世界。これが冬の越前か。そうだよ、越前攻めの時は冬を避けてたから。ケンスケ君は初めて？ああ、ここまで積もるならそりゃ、軍事行動なんて避けるわけだ。いや、普通にすごいな、こんな積もるもんなんや。そんな冬の越前にわざわざやってきたのは、山岳部に鬼の残党が残っているかもしれないという情報があったからだ。鬼は冬越せんの？越せるんかな？冬眠とかするんやろか、あいつら。どうなんやろ。ああ、いいね。宇佐さんと夏希ちゃんたちも手伝ってもらって悪いな。雪の上での戦なら織田や武田よりも我ら長尾に部があろうて。まあやっぱ越後は結構やっぱ北国やから、うん、まあ慣れてはいると思うけど。そうですの、越前にいる鬼なら加賀や越中を越えて越後まで来るかもしれませんし、春まで鬼を自由にさせたら何が起こるか分かりませんの。そう言ってもらえると助かるよ。でもここまで雪が積もってるならワンコも一緒ならよかったのにね。いやー、欲しかったな。やっぱ3話のうちの2人がいるからワンコちゃん、欲しかったな。でもワンコちゃん3話の中やったら多分一番イベント率高いはずやから、まあしゃあないっちゃしゃあないけど、多分高いよな、ワンコちゃん。ワンコは泉ともっと奥の調査だから別行動なのは。ああ、別やけどいるっちゃいるんや。って一緒ならよかったじゃなくて面白かったなのか。終わりじゃ雪なんてめったに降らないから、雪が降ったらワンコはいつも大騒ぎだもんな。やっぱ犬は喜び庭駆け回るからな。うん、そうそうそう、犬は喜び庭駆け回りで、猫はこたつで丸くなるから、ひなちゃんは外出えへんのちゃうの。何それ、ワンコの歌。いや、俺の世界で雪が降った時のことを歌った歌かな。へえ、天の国にもワンコみたいな犬がいたんだ。大体ああやんな。まあ、中にはちょっと寒がって出会う犬も、まあ、いるけどね、もう室内犬とかやったら。
むしろそれ逆じゃないか。あ噂をすればワンコ殿、風邪ですか？そんなことないと思いますけど、まあいいや。それじゃあ泉さん、ワンコはもうちょっとそのあたりを調査していきますね。はい。お気をつけて。わーいやったー、雪だー、ワオーン本当に大はしゃぎしてる。ワンコ殿、本当に犬みたいですね。いや、見たかったなー、このワンコちゃんのイベント見たかったなー。見たかったワンコさんのことはいいのですけれど、このお衣装って天の国の服ですの？こんなこともあろうかと、堺で防寒具や雪山で動きやすい道具を堺の職人さんたちに試作してもらってたんだよ。ちょうどいいから、そのテスト、どこまで使えるかの調査も兼ねてね。現代の素材はないけど、スキーやスノボはもともと木製だったこともあって、ある程度の再現はできたんだよな。というか、和弓の技術をベースに、性質の異なる、板材を重ねるとか、布も戦闘用の秘伝の品を使うとか、この時代ならではの技術もいろいろ使ってあるらしい。職人さん、恐るべきだ。あー、そっか、スキーとかスノボーの板は、強めの弓使ったらなんとかなるんか。あ、まあだから丈夫なんやな、ある程度は。ふんふん。なるほど。ならばこの板は、漢字機のようなものか。漢字機は、雪の上を全体的に歩きやすくする道具だけど、スキーやスノーボードは滑り降りることに重点を置いてある感じかな。ふむ、さして重いものでもないし、要所で使えば奇襲にも使えそうじゃな。ビビるけどな。いきなり大軍がスキースノーボードで山から滑ってきたらビビるよな。とりあえず調査は明日からにして、今日はこの辺りの装備の検証してくれると嬉しいかな。いいよね。要するにこれで遊んでいいってことだね。っていうか、この足の取り付け具何で作ってやんの、これすごないこれ結構ちゃんとしてない？ここなレバーみたいなのもあるしさこれちゃんとしてるよな、それがすごいわこの時代の職人さんってすげえな、ほんま。いい方。よっしゃ。だったらこの道具が使い物になるかどうか僕たちが確かめてやる。うん。で、まあ遊ぶと。はいはいはい。ひゃはー。森一家になってる。森家はここにいないはずなんだが。そんな声とともに大空をよぎる影は大ジャンプから大回転。俺のすぐ手前で危なげなく着地を決めて。いいよね。ああ、さすがやな。ケンスケ君、このスキーって板で滑るの面白いね。大して説明もしないのにもう完璧に滑りこなしてるんだもんな。ヒナの運動能力が桁違いなのは知ってたけど、それは雪の上でも変わらないらしい。まあスキーとかスノボーは、まあ、難しいっちゃ難しいけど、ある程度やり方分かったら体重移動やでな。うん。ケンスケ君は滑らないの？さっきのお手本だとそこそこ滑れてたよね。俺はみんなの様子を見て回る方が先かな。ヒナたちは使い倒してくれればいいけど、俺は動作確認が本命だから。そっか、ならヒナはもっと滑れそうなところに行ってくるね。遭難しないように気をつけてな。まあ大丈夫やろ。
ひなは答える代わりにひらひらと手を振ると、次の瞬間には目の前から姿を消していて、山頂に行くのにお家流まで使うとかよっぽど楽しかったんだな、スキー総延春歩の使い方よ。でもお家流ってそういう使い方でいいのか、ひなよ。まあ美月さんに知られたらげんこつやわな。ひゃっひゃっは増えてるここにも森家がおる。ひなと別れて他のみんなの様子を見に来た俺だけど、山の中腹で見事に暴動を乗りこなしていたのは、やったぜ、若菜ちゃんはボードなんや。おお、ケンスケ、このスノボってやつすげえ面白いな。気に入ってくれて何よりだよ。っていうかみんな滑れるようになるの早いな。若菜いつもの落ち担当だと思ってたのに、まあ、やっぱ体動かす系は別やろうな。うん、若菜ちゃんだって。あとでひなが持ってたスキーってやつも試してみたいな。ひなどこに行ったか知らないか。ひななら完璧に滑りこなしてもっと滑りたいからって山の上の方に行ったぞ。なら追いかけた方がいいかな。お湯流で登ってったし、待ってたらすぐ降りてくるんじゃないか。総延春歩で相変わらずお湯流の無駄遣いしてるなあいつ。俺もそう思う。ならケンスケでいいや、競争しようぜ。俺使ってる人の様子を見ていきたいんだけど、多分他の連中は麓でいろいろやってるはずだぞ。ここからならどうせ滑らないと戻れないだろう。ふむ、じゃあ俺もボードの、具合を試してみるか。ある程度は手本を、見せるのに滑ったけど、まだ本格的に滑ってるわけじゃないからな。こっから麓まで滑るなら戦国時代製ボードの感覚ももっとつかめるだろうし。よっしゃ、よし、負けないからな。それはこっちのセリフだよ。まあ、ケンスケ君は大体何でもできるからな。うん、なら行くぞ。若菜は足元に転がってた木の枝を放り投げて、その枝が雪の上に落ちた瞬間がスタートの合図となった。ああ、始まったわけや。雪山滑り。ふう、危ないところだった。若菜とのスノボ勝負は経験者としての貫禄を見せつけて圧勝。なんてことはなくて、思った以上に新勝だった。ああ、結構ギリギリやったんや。まだ半日も滑ってないのにあれとか、本当に戦国武将の運動神経は半端ない。明日勝負を挑まれたら果たしてどうなることやら。俺も特訓しなきゃダメかな。ケンスケ様。お、若菜ちゃんは一言も喋らんかったけど。そんなことを考えつつ、麓の様子を見て回っていた俺に声をかけてくれたのは夏希ちゃんだった。あれ、夏希ちゃんは滑らないの？私はそのスキーもスノボも皆さんみたいに上手に滑れませんでしたので。恥ずかしそうに笑う夏希ちゃんの隣に並ぶのは小さな雪だるま、雪だるまや雪うさぎ。夏希ちゃんは夏希ちゃんなりにこの時間を楽しもうとしてくれてるんだろうけど、だったら一緒に遊ぶ？ソリならスキーやスノボほど難しくないし一緒に滑れると思うけど、まあ、ソリもでも結構スピード出たら結構いくでな。あれ本当ですの？
でしたらその私も滑ってみたいですの。だったらちょっとずつ慣らしていこうか。確か向こうにあんまり急じゃない斜面があったはずだし。え？はいですの。これなんかみんな寄ってけえへんかな。いいなっつって。本当に嬉しいんだろう。夏希ちゃんはソリを抱えてない方の俺の腕にギュッと抱きついてくれる。本当は私も若菜さんやひなさんみたいに雪山を風みたいに滑ってみたくて。あーでもな、結構な風みたいに滑ろうと思ったら一日そこらじゃ普通は無理よ。割とむずいからな。気持ちはよくわかる。俺も小さい頃雪山に遊びに行った時、とんでもない滑り方をする姉ちゃんたちを羨ましく思ったことがあるもんな。誰がうまいやろ。まあフィジカルで言ったらリンリンちゃんとかいっぱいおるもんな。フィジカルやべえやつらは。まあそれこそアイシャちゃんとか、まあ、スイちゃんとか、まあ、セイちゃんもうまいやろうし、あとはまあまあ、まあ、レンちゃんとかもフィジカルお化けやし。もう各国に何人かはいるから、フィジカルお化けが。うん、まあだから食で言うとまあそんな感じやけど、まあ大体がそうやでな。そういえば夏希ちゃん、宇佐さんってどこに行ったの？ここまで見なかったけど、宿でこたつにでも入ってるの？え？サーヤさんならあちらに。そう言って夏希ちゃんが指差した先、切り立った崖の上から大空高くすっ飛んでいく姿は結構やってる。ヒャッハーしてる。ウサさん？だから森家はここにはいないはずなんだってば。ウサさんまでか。まだまだ若い者には負けんわ。スノボをあっさり乗りこなしたウサさんが戻ってきたのはそれから少ししてのことだった。ウサさんにあんな運動神経があったなんて。この程度馬に乗れればいくらでもできようて。あーまあでもそっか、普段から馬乗ってるからやっぱ体はしっかりしてるか。できないってば。そうでもない。本当ですの？私にもできまして。むしろこの程度クー様をお支えするならしてもらわねば困りますぞ夏希様。だったら頑張りますの。の。では善は急げじゃ小僧、スノボ板を持ってまいれ。あ、滑ることになんのな。ぐぬぬ。その日の夜、風呂から出た俺の前を横切るのはおぼつかない足取りのウサさんだった。どうしたのウサさん、なんか生まれたてのウサギじゃない、小鹿みたいになってるけど。よもや。小僧にこのようなところを見られる謎、一生の不覚。なるほど、筋肉痛か。普段動いてないから。うん、スキーやスノボは普段使わない筋肉を酷使するもんな。かくいう俺も若菜との勝負の影響か、夏希ちゃんの特訓に付き合ったせいか、微妙に体が重かったりする。いやわかるよなマジ。夢中でやっちゃうけど、夜とか次の日スキースノボやばいよな。ちとはしゃぎすぎたわい、もう年じゃな。その日のうちに筋肉痛が来るならまだ若い証拠じゃない？そう、やっぱ2日後とか遅れてきだしたらいよいよやでな。まあその日にあるならまだまだ。堺のエゴー州の職人さんたちの話だと、年を取ると筋肉痛も1日とか2日とか遅れてくるらしいし。そう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 。そう考えるならこの痛みも若さゆえか、グヌー。なんだったらマッサージ
あんまでもしようか。俺得意だよ。そうじゃな、これこのままでは明日の調査にも差し支えようし。じゃがむむむ、なんか問題でもある？いや、何せ小僧じゃしな。さすがにな。いや、さすがにやろ。さすがにやんな。何せって何さ。そんなもの決まっておろう。あいたたたたたた。まあでも、どっちかというとウサさんやけどな。それは。そこまできつそうなウサさんに何もしないってば。ほら、動けないなら部屋までおぶっていくから。たわけが。そこまで年寄り扱いするでないわ。自分のこと年寄りって言われに、年寄り扱いされたら。言ってくるのちょっとめんどくさいけど、まあ、かわいいよな。はい。そこも良さ。よもや。あいたたた、このうつけ目が。ごめんってば、うささん。あれ？お前、結局、そういうことか？次の日、俺は昨日以上に動けなかったうささんを連れて廊下を歩いていた。お前、結局そういうことなんかい。どうですの？健介様、おはようございます。で、どうなさいましたの、サーヤさん。見ての通りじゃ、まったく小僧のやつめ。はわわ。まあ、完全にそう思われてるな。健介くん。おったんや。健介、お前。いや、これには山よりも高く海よりも深い事情があってだな。どうせ大したことないんやろ。で、事情を説明した俺なんだけど、やっぱり健介が悪いんじゃないか。てか普通に話したんや。あれ？そうだね。まあ、いつものケンスケくんといえばケンスケくんだけどね。よかろ？ともあれ、今日の捜索は本陣で指揮を取らせてもらう。依存はないの？そりゃあもう、調査は俺も出るよ。でしたら私は。夏希ちゃんは、うささんの補佐を頼める？動く必要が出てきたとき、うささんだけじゃ何かと不便があると思うから。え？承知いたしましたわ。そうじゃ、調査の隊は鉄砲を持っていくでないぞ。持っていくなってことか。は？なんでだよ。鬼と戦うなら鉄砲はあった方がいいだろう。わけが。バカも、このような雪山で大きな音を出しては何が起こるかわからんじゃろうが。なら兵のみんなに持ってもらうのは弓と槍かな。それと大人数で時の声を上げるのも禁止じゃからな。まあ大きい音出したらなんか雪崩とか起きんのかな、本当に。いやいやいや、声出さないと気合入らないだろう。どうしろってんだよ。ならば、尾張の兵を連れ、長尾の兵を連れて行くがよい。皆、雪山にも慣れておるゆえ、お主らの足らんところを補ってくれるじゃろうて。よろしく。おお、楽できそうだし、ひなはお願いしよっと。ひな、お前、織田の三和子の誇りはないのか。三人揃ってない時点で三和子の誇りって言われてもね。ふーん。やれやれ、本当に大丈夫か、こいつら。皆様、どうかお気をつけて。まあ割といつものことやでな。ひなちゃんがああいう感じで、若菜ちゃんもああいう感じなのね。で、それにワンコちゃんがいると大体若菜ちゃんがいじられるっていう流れやから。はいはいはい。まあ、ということで一回
回だけはとりあえず弾けるんで、まあ、ひなちゃんはちょっとというか、まあ普通に欲しいんで。あ、いいね、ちゃんとスキー滑ってる。はい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 。あー、まあでもひなちゃんゴーグルはせんやな意味いや、スキーとかスノボ結構ゴーグルした方がいいと思うけどな。あー、結構来るからな。攻撃上昇10ターン 30%、 大やけど3ターン。防御性能による被ダメージ減少の影響を受けません。ターンごとに攻撃力 ×30% の大やけどダメージ、受け流しは発生します。攻撃カウンター14ターン、攻撃力 ×150% の追加ダメージをカウンターと。で、挑発もついてる。回復永続なんや。HP の最大 HP の 30% 回復。で、バリア12ターン、ダメージがマイナス 35% と。ふむ、普通に強そう。ただ攻撃タイプでダメージ集めるけど、結構はよ死んじゃう時あんのよな。ちょっと待って、これあるよな、朝倉の偉いさんやんな、名前読めへんけど見たことないわ、普通の姿。なんか普通の姿っぽかったよな。出てこん。あ、こんなんなんや、普段髪の毛のツートンはもともとなんや、これ鬼になった影響とかじゃなくて、こういう感じなんや、もともとで、こうなるんや。はあ、でもこれは一応あれかな、重複できた未来ってことでええんかな。一応応援紳士ではまあ、戦っても多分倒しちゃったと思うんやけど、もう鬼になってたから。これはだから、EX で重複できた未来っていう考えでええんかな。ああ、こういう感じなんや。なるほど結構違うみたいやでな、応援紳士と EX、 進み方というか、やっぱキャラとかも出てきてないしな、EX1 の子たちとか。もうちょっと出てくるんかなと思ってたんやけど。はい。で、覚醒させたらこう。これでスノボ滑んの結構やばいと思うけどな。下寄ったら丸見えやで、これ。絶対履いてないもんな。うささんやべえんよな、マジ。うん、こう見てもだいぶ寒そうやからな。これにやっぱ長ズボン履くぐらいやでな。めちゃめちゃ寒い、やべえと思う。はい。バリア24ターン、被ダメージがマイナス 25%。 鋼の一撃、自身の攻撃力×自身の防御力 ×200。 あー、結構でかそうダメージで。回復即時、メインスキルで撃破すると対象の HP を回復。あー、倒したらか、倒したら HP の 30% 即時回復。なるほどね。で、大量出血、防御タイプへの大量出血のダメージは3倍になります。防御性能による被ダメージ減少の影響を受けません。ターンごとに攻撃 ×15% の大量出血ダメージ、受け流しは発生します。で、被ダメージ上昇10ターン、15% 増えますよということで、まあいつもの通りやな。まあ、うささんは出したい、とりあえずね。で、あわよくばひなちゃん。いや、最近マジでね、悪いから、俺そろそろ来ると思ってる。で、3枠の子たちって、個人的にやけど、衣装違い結構来てくれてて、今トップにしてるひなちゃんも、あれ、天下統一ガチャのひなちゃんやけど、結構すぐ来てくれたから、ひなちゃん割と相性いいんじゃないかなって思ってます。さあ、どうやろう。今んとこ多分ひなちゃん全員持ってんのよな。ほらほら、これは来たしょ。2見た、今2つやったよな。
てことは絶対行きたいのこれ。おかしな真似をして。あもう全然いい全然いい全然いい。たくさんたくさん。もう全然いい全然いい。教えてくださいね。二つ来たもんだって。二つ来たもの。二度と。全然いい。その手。うん。カズキも兄ちゃんのために雑草のすり抜けなんてことあるわけねえよな。勘違いはしないでください。いや、え、いきなり何なんですか。全然あるぞ。え、いきなり何なんですか。最近さ、チューンを見てないからさ、ご無沙汰なんよ、だいぶ。これからはずっと一緒に。来た。板を履いて滑ればいいんだよね。はい、うん、簡単だと思うよ。やっぱりひなちゃんと相性いいわ。イエーイ。あ、4なしや。珍しいパターンやこれ。確定枠にひなちゃんが来たから星4おらんねや。あ、なるほどね。逆にうささん取れへんかったパターンや。あ、なるほど。そういうのあるんか。いやでも俺多分マジでひなちゃん全員持ってんちゃうかな。メーカー見たらわかる？普通やろ？で、天下統一やろ？あとは？あと。あとなんや。あと流れ星イベントか。流れ星か。ショー、え？ネタ？あの七夕？七夕イベントのひなちゃんがおるはずなんやけど、もう見逃したか俺。あとこれクリスマスのやつか。はい。クリスマスやんな。うん。とこん時は確かおらんかったはずやで。うん、あれ七夕のひなちゃんどこ行った。あ、これか、天の川か。あー、はい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 、おったわ。だから多分ひなちゃんは全部持ってるはず、数少ない。いや、よかった、なんとかゲットできて。まあまあ、ということで。いや、やっと今年ええことあったわ。マジ、今年入ってから、おみくじで大吉引いたけど、早速コロナかかったり。いや、もう散々やったから。やっとええこと起きたわ。うん。まあまあ、なんとか応援しんし、今年始まりましたね、自分の中で。ということで。次回はまあ、イベント後半になるかな。19日やったっけ。うん、19日に来るから、この動画が多分16やと思うんで、うん、で行ってって感じやから、でその後が恋姫コラボやったっけ、もう第3弾が多分来るはずなんで、今ここで次恋姫無双のコラボ来るんで、これちょっとストーリー開くな本編。いやだから俺やっときたかったよなこれマジで。いやーマジこの連合戦終わるぐらいまでにやっときたかったんやけど、まあしょうがないか。あんまキツキツで挟んでもちょっと自分が覚えられるか分かんないんでストーリーを。まあもうそこはのんびりやっていくか。うん。そしてまたストーリーそんな開くやろうしな、更新。うん、まあ、考えよう。ということで、今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。